この事件は2019年の参議院選挙をめぐり、河井克行元法務大臣が地元広島の市議らを大規模に選挙買収したとして公職選挙法違反の罪で実刑となったものです。関係者によりますと、東京地検特捜部の検事が当時の広島市議に任意で事情聴取をした際に不起訴にすることを示唆し、受け取った現金は買収目的だったと認めさせるよう供述を誘導するようなやり取りが残された音声データがあることが分かりました。音声データの存在は検察側も把握していて、今後最高検察庁が調査するものとみられます。